見たい見たい。だし、あとは2番目の音のせさん、リコーダーめっちゃ上手じゃない？子供あんなに上手にさ、リコーダー開けると見たことないんだけど、リコーダーめっちゃうめえと思って。てっ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 てるるるってるるって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 るるるってる。すげえと思ってさ。いや、マジですごいと思った。めっちゃ、そこかいって言われてるけど、え、そう？普通に。すごいやろ。うん。そう、あれすげーってなってさ、教えてくれるって、リプライ来てた。嬉しいなー。風間も、立派な、デュエリストじゃなくて、リコーダー奏者にしてもらえるから。あとさ、ロッカー国語喋れるって言ってさ、そう、英語と韓国語と日本語と、リンゴチンアナゴヤゴってどこ？あ、リンゴチンアナゴヤゴは、あ、ダジャレか！ダジャレか！あ、なんだ、ダジャレじゃねえかよ！もう、類似みたいなやつ来たって、あ、やって。カナマの、初配信の、彷彿とさせるってコメントがいっぱいあったからさ、何のことだって一瞬わかんなかったんだけどさ、ああ謝罪会見ねーと思って。あ、そう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 。青さん。そう。仲間意識を感じましたね。青さん。で、そう、風間がなんかスペースで、女の子か男の子かちょっとなんか、はてなってなってたんだけど、あ、ちゃんとね、彼女は女の子でね。てか思ったよりちゃんと女の子だった。可愛らしい方ですね。ね、可愛らしい方。なんかあんまり垂らし込んでるって言ってたけど、なんか普通にちゃんと可愛い女の子じゃないでござるか、と思って。普通にさ、なんかちょっと、初配信でポンしちゃって、恥ずかしいみたいになってんの。普通に、あ、女の子やってなってたんだけど。あ、待って、本人はかっこいい系って、いうことなの。かもなので、いや、かっこいい方ですね！かっこいい。かっこいい方。うん。とてもかっこいい方です。はい、イケメンさんです。はい。とても。イケメンさんです。はい。なんか、ホロメン、なんか数名、メス落ちしたみたいな。なんかそう、ナルトの、ナルトをね、なんか全部ちゃんとね、ストーリーなぞっても、全部の輪をね、どういう流れだったか覚えてるかって言ったらね、ぶっちゃけそうでもないから、あれなんだけど。あ、多重影分身！多重影分身！え、千鳥、そう！いや、そう、その辺がさ、言えなくてさ。その辺が言えなくてさ、そうなんだよ。その辺が言えなくてさ。なんか PS なんちゃうかな、なんかのゲームでさ、ナルトのゲームがあって、なんかその、同級生の友達のお家に遊びに行って、同級生の友達の、まあ、ご兄弟が持ってそのゲームをやってたんだけど、え、なんか、あまりにも風間が言えないのが面白かったらしくて、その同級生のお兄さんたちに、お兄さんお姉さんたちがね、こう集まってるとこにさ、なんか、
僕たち、私たちにもゲーム機関してみたいな感じで言うとさ、めっちゃバカにされてたんだよな、一時期。じゃ、肝心術言ってみろよ、いろはみたいなこと言われて。え？はぁ、嫌なこと思い出したぜ。そう、小学生の頃なんてさ、あれだよね。まあ、風間の里が、まあ、小規模だところだからっていうのもあるかもしんないけど、みんなごちゃ混ぜで遊ぶんよ。上級生も下級生も。なんだって人数が少ないから。で、なんか、いつもおもちゃにされてたんだよね。そう、いつもおもちゃにされてたの。覚えてる、風間？いつもおもちゃにされた。この、許せねえ。許せねえ。でね、やっぱ人数も少ないから、男の子も女の子もごっちゃ混ぜなわけよ。鬼ごっこするでも、かけっこするでも、もう何でもごちゃ混ぜなの。だからさ、遊びとかも、なんかおままごととかじゃなくて、やっぱ人数少ないから女の子だけの固まった遊びとかもないし、男の子も男の子だけで例えばドッジボールとかやっても人数足りないから、もう全部がごっちゃ混ぜなのね。田舎って。全部ごちゃ混ぜなの。それこそ小学校の中学年ぐらいの時とかもそうだし、中学入ってからはなんか結構合併したりとかあったから、そういうのはなかったんだけど、小学校まではね、ごちゃ混ぜだからね、なんでも男の子の遊び付き合わされたよね。そう、忍法を唱えさせられました。うわぁ、懐かしい。いや、小学校ってそんなもんだよね。いや、そんなもんだよ。確かに、だからこそかな。だからこそこう、なんて言うんだろう。体、たくましく、なった感は、あるかもしれない。それはそうだね。しかも、あれだからな。なんだ、多分、中学上がる前ぐらいだったら、男の子にも体力で全然勝ててるからな。やっぱね、そういうとこだよな。古傷をえぐられて思い出すのは、しょっちゅうこう、昔から里でもおもちゃにされていた思い出が、あ、思い出して古傷が蘇って、今お腹が、悲しき記憶が、今は運営のおもちゃに、そうだよ！ござるはどこ行ってもどうせおもちゃなんだろう。叩けば音鳴るって思ってんだろ！そう簡単に。もう音鳴ってるかもしんないけどさ。嫌なこと思い出しました。嫌なこと思い出しました。くそー。いい音が鳴るんだもんって。ふざけんなよ！もうちょっと優しく扱えよ！はぁ、懐かしいなぁ。でもそうだね。昔、そのナルトの忍術ネタ、めっちゃ言わされたな。特に同級生のご兄弟のお兄さんとかに。あ、いいよは、言ってみろよとかね。多分同年代に比べたら多少ちょっと滑舌がよろしくなかったからな。おもちゃだと思われたんだろうな。くそ、覚えときはマジで。もう会う機会はないけどな。クソガキめ。これだけに忍術を覚え、なんかちょっとみんな かっこいい響きのやつで、最近のナルトはちょっと、あんまりわかんないから、ちょっと最近のやつでちょっとかっこいいの教えてよいな。最近のやつ。なんかない？ナルトは完結して、あれなんだっけ？なんか、あ、あれか、夢？ハテナってなってたんだけど、あ、ちゃんとね、彼女、女の子でね。てか思ったよりちゃんと女の子だった。可愛らしい方ですね。ね、可愛らしい方。なんかあんまりトラシ込んでるって言ってたけど、なんか普通にちゃんと、